まずは、裏金のような問題がまかり通っている、こういう政治に決別をするために、きちっと政治改革を進めていかなければなりません。政治資金規正法はザルだと思っています。しかも、大玉が入っていない、天下のザルだと思っています。天ザルと呼んでいます。 自民党には私はできないと思っていますしっかりと海を出し切るその先頭に立つ決意であります国会議員の世襲を制限をするために政治資金規正法を改正をして政治資金はこれ非課税でありますので安易に相続できないような措置を取ることも大事だと思っています